では阪急阪神ホールデーさん企業紹介お願いしますはいよろしくお願いします、えー、人事部でですね、えー、採用担当しております塚田と申します皆さん本日はよろしくお願いいたしますじゃちょっと早速なんですけれどもまずは企業紹介の方からスタートしていきたいと思います、えー、皆さんこちらあ画面に映っているかなというふうに思うんですけれどもはい、えー、こちら何の写真かお分かりでしょうかあの大阪梅田関西ですね大阪梅田を上空から写した あ航空写真になります。なんかねオフィスとかホテルとかあと商業施設とかすごいこうたくさんの機能が集まっている素敵な街ですのでぜひぜひ皆さんも一度遊びに来ていただければ嬉しいなと思っております。はい。で今日ちょっとご説明させていただきます。私ぬかだの自己紹介簡単にさせていただきます。私はあの入社7年目でしてこちら採用チームの方に来るまではですね。 主に後ほど紹介します。エンターテインメントのコア事業の方に長らく所属しておりましたね。鉄道会社でエンタメっていうところなんですけれども、あの皆さん宝塚歌劇とかご存知ですかね？当社実は宝塚歌劇団もあのグループの組織の一つとして持っておりまして、えー、まあそちらの講演とか、あの興行のプロデューサーのようなお仕事をしておりました。本日よろしくお願いいたします。はい。 でではですね皆さん阪急阪神ホールディングスと聞いて、えー、いろんなイメージ思い浮かべていただけるかなというふうに思います阪急電車っていう小説とか映画とかあったりあと宝塚とか阪神タイガースとかねなんかこれって、えー、ホールディングスがやってるやつなんっていうふうに思うかもしれませんが皆さんあのそれは全て正解です。これらあの当社がですね、えー、実際に手がけている事業になります。 えー、当社はですね業界のくくりで言いますと、まあ、インフラという業界に所属しておりまして、まあ、社会基盤になるというふうにして、まあ、事業を続けること自体が地域社会に貢献していく側面を持っているというような特徴を持っております。 で実際、ですね、えー、例えば阪急電車を例にとりますとこちらあ3線走っておりまして、まあ、関西、えー、京都お、宝塚、神戸を、えー、中心にですね、えー、線路を引っ張っているというような形になっております。でえー、当社、鉄道業界のビジネスモデルについて簡単にお伝えしておきますとですね実は線路を最初走らせ始めるときはです、ね、こんな感じでございました。線路の周り ね、何もないもう畑みたいな感じになってるんですけれども、えー、創業者の小林一三は、えー、乗る人がいなくて赤字になるならそもそも乗るお客様を作り出せばいいじゃないかというようなこう逆転の発想で、えー、マッチを作っていったという形になります実際にですね、こういった住宅開発とかターミナルデパートとかまた宝塚少女歌劇とかそういったものを沿線の端々に作ることによって こうただ単にこう電車を走らせるだけではなくてそういったコンテンツとか住む、うん、働く、えー、遊ぶというそういう機能をですね電車によってつないでいくというふうにして、えー、ビジネスモデルを作ってまいりました。とここまでですね歴史についてお伝えしてきましたがあまとめますと当社は暮らしを支え彩り豊かなライフスタイルを提案していく企業であるとイメージしていただければなと思っております。 たくさんここにコンテンツ並んでおりますがあの全て当社のホールディングスグループが手がけているようなものになりますまさにこうお客様の生活に密着したサービスを幅広く展開しているということでございます、えー、実際にはですね、この7つのカラフルなコア事業そしてそれらを6つの中核会社が運営をしているといったような組織の構造になっております はい、とここまで、えー、当社のー組織についても簡単にお伝えしてきましたが皆さん突然ここでメタバースという言葉を出してきましたが何かどこかで聞いたことありますでしょうか、ねえー、こちらはですね実はあの鉄当社鉄道会社なんですけれども実際、えー、最近ではですねデジタル甲子園とかあとは梅田ミュージックフェスとか。 要はこうお客様にこの人,人型かなアバターになってもらってですね実際そのののデジタル上の甲子園とか梅田の町に繰り出してもらうんですねでそちらでこう例えばデジタル甲子園であれば企業さんが営む展示会であったりとかとミュージックフェスであればあ例えばこうフェスを実際にやってる様子っていうのをアバターになって体感していただくそんなこうビジネスとかも手がけたりしています。 まさにこう当社アセットを武器にしてデジタル領域に挑んでいく、そして収益をゲットしていくというところで、こういった特徴もあるんだよとイメージしていただければ大変嬉しいです。はい。ということで、当社は本当に様々な事業を営んでおりますので、ちょっとこの少しの時間ではなかなか伝えきれません。ということで、夏のインターンシップを開催して、開催いたします。 大きくは2つございましてですね全学部全学科の皆様対象にして当社の授業を幅広く体感してもらうコースそして機械電気情報系の専攻の学生様に鉄道の会社 ×DX ということで実際じゃあ鉄道会社はどういう,こうデジタルトランスフォーメーションやってんねんっていうところもあのしっかり体感していただければなというふうに思っております。月日日日水曜日かな水曜曜かかなの正午から また受付開始いたしますのでぜひぜひエントリーの方お待ちしておりますはい当社はですね関西の街を作っていくそれとともに次の時代の当たり前を作るということでご興味を持っていただいた方この後も引き続きよろしくお願いいたします以上ですありがとうございましたありがとうございますでではすね、また学生さんのご質問ですねお聞きできればというふうに思っておりますが、はい まずはですね、ぬかださんの就活からお伺いたいなというところであ、はい、まずはあのいろんなこう選択肢がある中でなぜ御社に選ばれたんですかあなるほど、そうですね実は私あの関西の出身ではなくて、はい、香川県です四国の香川県出身なんですけれども、はい、あの昔あの「世界の中心で愛を叫ぶ」っていう映画があったのってご存知ですかでその映画のこうロケ地になったとこが出身地でしてで、めっちゃはやって県外からもたくさん移り 住んでくる人とかも多かったんでですよ、はい、でもちょっと何年か経つとこう町が廃れていくというかもともと人口6,000人ぐらいの小さな漁師町だったのでもうどんどんこう加速があの、はい、進んでいってしまったと。 でコンテンツも流行りすたりがあるので、うん、もう映画はヒットしたけれどもまた廃れていったみたいなところがあって、まあ、そういうのを踏まえてなんかこう自分が社会人として働くんだったらなんかこうマッチを殺さないという生き生きと続くさせることのできる会社で働きたいなというふうに思っったのがきっかけですね、うん、なるほど、はい、大学であの関西に出られたというふうにあ自己紹介では書いてありましたけれども。はいはい あのいろんな町があるじゃないですか、はい、その中でやっぱ関西だなってなられたんですかあ確かにそうですね関西はすごい思い入れがありましてはい、はい、大学出てきてから特にこう関西の大阪梅田って非常にこう特徴的な町だなと思っていて、はい、というのも例えば東京の渋谷だったらこう若者の町とか新宿だったらなんか、ね、行政機能が集まって町とか,、はい、なんかカラーが。 うん、あの単色でバチッとあると思うんですけどなんかこう大阪の梅田の街ってこう何でもありやなみたいないい意味で色がないしいむしろこう雑多にたくさんギュギュッと集めてきても、はい、あの仕上がっちゃうみたいな,なるほどところがすごい面白いなと思って。 どどんんん変わってますもんねそうなんですよグランフロントできたりとか、はい、今だとあのグランフロントのまた横に梅北2基の開発が進んでまして、はい、なんかホテルが新しく3棟できたりとかベンチャー企業を誘致するオフィスもたくさんできたりとかあのまた緑の都市公園とかも今作ってるような状態なので、はい、まだまだ。 もっっとと面白くなななるるエリアかは思てますほどそういう関西のまちづくりといいますかこれからの可能性に魅力を感じられて入社を決められたかなというふうに思うんですけど実は前職がパナソニックだったので僕梅田に住んでたんですよ。知ってはいるんですけども確かに面白いまちだなというふうに思うんですがこれから御社だからこそできるまちづくりってどういうところに考えられますか先ほどの線路を引っ張ればいいだけじゃなくて創業者の思いがまさに今も体現されてるのかなというふうに思うんですけどもどんなまちづくりをしていくのか。 例えばですと最近だと梅田一丁目一番地計画っていうのがございましてえとですね阪神百貨店が下にあってその上にこうオフィスが立ってるみたいなあのそういう複合ビルみたいなのを開発がしまして開業したんですけれどもそのオフィスの12階にあのウェルコっていうあのその例えば管理栄養士さんが作ってくださるランチが出てくるところとかなんかこう仕事終わった後にジム してこう汗を流してでき、うん、えすっきりできるとか、はい、なんかこうそういう機能をギュギュッと実は詰め込んでいる物件とかも開発しておりましてなんかそのただ単にこう箱物を作って終わりじゃなくて、はい、こう出来上がった後に。 そこでこう働く人とか暮らしていく人のためにソフトな部分でどういう価値提供ができるかみたいなところはすごく今追求してやっているところかなと思いますなるほど、まあ、ハードを作って終わりじゃなくてしっかりソフトまで意識されるっていうそれも開発段階からもそれ意識されるんですかあそうですすかかそうね開発段階から意識していてもちろんあの関東でもそういったあの機能を取り入れている物件はあるんですけれども、はい、関西では結構珍しかったようでそれをいち早く阪急阪神として取り入れてきて やろうというところですね。うん、だってもしあのやらなくてもいいと思うんです。例えばその十二、はい、階のフロアをこう、はい、丸々こうオフィスにすれば、その分収益がバーンって、ね、そうなんですよ、はい、賃料が得られるんですけど、はい、会社としてそれはしないと。むしろそこに住んでる人たちが。はい こう健やかにというか、はい、働き今後も働き続けていけるっていうその人にフォーカスした開発っていうのをしているのでそこは結構特徴的かなと思いましたねただこう何でしょう、まあ、利益が出ればといいますか、はい、ではなくてこうなんかみんなが喜ぶことをしてあげたいっていうのが<ー>まずベースに強く現れるのかなと思うんですが、はい、そういう,こうユーザーとか、うんまあ、住んでる方の声ってどうやって拾い上げるんですか、うん ななるほどなるほほどどでも結構現場に行ってこう足を運んででヒアリングすすることとかも多いですねはい、はい、例えばそうですね不動産のチームでしたら実際そのテナントさんのところに足を運んで最近こうどんな調子でっかとか,なんかもっとこうお客さん呼ぶためには一緒にどういう取り組みができますかねみたいなのをこうテナントリレーションっていって関係性をしっかりこう構築しに行ったりであったりとか私があの所属していたエンタメのチームにおいても実際こう。 オフィスからすぐ下に降りるとこう劇場があるので、うん、お客様のこう生の反応とかあこの舞台はとっても喜んでもらえてるけどちょっとこっちはいまいちだから降ろしていこうみたいなとかも実際こうリアルに感じ取れる場所がそこにあるので、はいね、なるほどはいそれ面白いですね声がわかるそのリアルな現場がたくさん持ってるっていうのがすごいですよねそうですそうですはいなるほど。 やっぱり実はこういろんな業界もちろんありますけど、うん、そののまででで持ってるってていいるうのは結結構構珍珍ししすすよね結構珍しいですねなんかこう鉄道会社でも多分エンタメはい、はい、例えばレジャー事業とかを持ってるあの会社さんとかはいくつかあると思うんですけど、はい、なんかこういうふうに全国にこうファンがいらっしゃってくださって、うん、しかもこう歴史あるコンテンツなので、はい、皆さんにずっとこう愛されて育ってきた、はい、そしてこう未来にもこうつなげていきたいと思えるものを。うん 持ってる会社っていうのは本当になかなかないかなとう、ね、そうですよね。ちなみに先ほどのまあ創業者さんのお話で、はい、まあそれこそまあ路線引いて、まあみんなが動くようにするっていう話もあったと思うんですが、その今のエンタメって結構その関西の方だけじゃないじゃないですか。その見たい方が、はい、全国を対象にして関西を来てもらおうっていうことも動いたりするんですか。ああ、そうですね。むしろもっとちょっとこういう外部環境、はい、まあコロナのこともありますので、実際こう。 ドバッと集まってっていうのが、はい、なかなか動きづらいなという部分もありましたので、うん、一気にそうです、ね、めっちゃスピード感持って半年ぐらいだったかな,なんかこうライブ配信って言って、はい、お客様がこうスマホの端末から実際にこう生の歌劇の舞台をお家で見れるようにみたいな配信事業をやったりとかあとは NTT ドコモさんとかと共同でウルトラズーム配信って言って、はい、自分のお気に入りの,その出演者さんをこうやって。 拡大して見れたりとか、なるほどはい、そういう取り組みとかもやってましてですね。<laughs> もしかしたらリアルに見たら、そのまあそのエンさんと遠かったので,で,で見れないところが見れるっていう。はい、あ、そうです,そうです。なるほど。はい、まあ確かにコロナでいろよく難しくなったことはある一方で、よりまた違うできる体験を作っていくところ。そうなんですよ。はい。なるほど。そこはすごく可能性を感じるなというか、こうソフトなアプローチ次第でいくらでもこうチャンネルを開拓できるなっていうふうに、はい。 思えたっていうのが良かったですね。まあそういうこうなんか世の中の変化の時に、もしかすると人によってはあちょっとコロナで苦しいなとかっていうふうにこうちょっとこう苦しくなる瞬間も,もちろんあると思うんですけど、社員さんの雰囲気としてこのそういうのをこうチャンスを捉える方が多いんですか。うん、ああなんか率直に言うとやっときたかみたいな感じでしたね。あの多分ほっといてもこう将来的にはそういうこうまあ人口も減ってでまあ危機か危機っていうのが来るんだけれども。うん それがただこう前倒しになったよねっていうなんかなんとなくそういう受け止め方でしたねはい、はい、じゃあ昔からそんな世界いつか来るだろうけど、うん、まだそのなんか時代が追いついてない中でどう加速するんだっけっていう問題があった時に、はい、まあたまたまそう社会現象が後押しになったっていうちなみにさっきのメタバースもすごい気になったんですけど、はい、なかなかあれするって結構そのすぐ費用対効果出るもんじゃないと思うんですよ、はい、結構投資 金額かかりますよね。そうですね。結構かかってますね。ですよね。はい、あらゆるうにこう意思決定する。なんか今ご客さんのコメントの中でも、はい、まあいろんなこう面白いでやりたい気持ちももちろんわかる一方で、や、ま、っ、あ、利益はもちろん追求しますよねっていうところで、<laughs> はい、なんかどういうふうな意思決定でそういうのってやろうって決まっていくんですか。うん、あ、結構でもトップダウンもあればボトムアップもあって、あの実際そのメタバース展開をしているのはグループ開発室のまあ部長クラスの方々が、うん、あこういうふうな構造でやろうって言って、こう旗振りして実際、はい、あの展開していくんですけど、でもそれまでにこうどう どういうういコンテンテツを中に仕込もかかとか、はい、そのバーチャルの世界上でもいろんなこう広告展開をしてその企業さんから収益を頂くっていうようなビジネス収益とかも作れたりするのでそこに担当者がこうアプローチしていっていろんな企業さんに仲間に入ってもらったりとかもありますし。 そのあたりは割とこう柔軟に相互に意見交換しながらっていう感じかなと思います。まあ、すべてがある種トップダウンじゃないですけど、俺が決めたことがやるっていうのは、みんなのこう意見を。あ、もうバンバン出し合って、あ、なんかむしろ出さない方が悪だみたいな。もうなんか黙ってたら、もう最悪ない。ってまあ、良くないんだよ。え、結構そういう個人のアイデアっていうのは尊重されるかな。あ、尊重されますね、それは。要するに、もう今までの社会人計画の部分ぬかさんもいろいろこうおっしゃってきたと思うんですけど、特にこう今ですね、来てるコメントの中で。 まあ実務経験の中でやっぱり最も印象深い業務を教えてほしいっていうふうにるんですけどいがす私個人のことで言うと、はい、入社2年目で、はい、あのインドをモチーフにしたちょっと公演を担当することになりましてちょっとボリウッドテイストな感じで、はい、<laughs> みんないきなり踊り出すみたいな感じの公演を担当したんですけれどもお客様にもたくさん入ってもらう必要がありまして。 その時こうインドの女性の方っておでこにこう赤いあのビンディみたいなのをつけてるんですけどそれちょっと現地から取り寄せようかみたいな話がして、はい、インドの貿易会社さんに電話して。はい 現地から取り寄せてアイテムを、でこうお客様にもそうやしこう劇場スタッフにもそうやし皆さんに着用してもらってでこうあなんか劇場来たら今日雰囲気違うよねとかはい、はい、な,なんかちょっと面白いなみたいなとかですごい好評いただいたたただりとかしましまね。まあ、エンタメはそんな感じのもあったり、はい、あと私の後輩で都市交通のこうチームに行っている方で。はい 「コウテペンギンのコウペンちゃん」っていうキャラクターがいるんですけどはい、はい、なんかそのコウペンちゃんをこう車内こうジャックするというか広告から駅釣りから全部こう中に仕込んで「はい、今日も出社しててえらいおはよう」みたいな、はい、<laughs> のをたくさんこう散りばめたりとか。運転席 運転士さんがいるんですけど、はい、運転席の台のところにそのコーエンジャーのぬいぐるみをこう載せて出発進行みたいな。めちゃくちゃピリアされてますね。なんかそういうこうキャラクターとコラボしたりして、はい、こうただこう運行するのではなくて、こう日々の一つ一つにも。 そういういう楽しんでもらえるようなエッセンスをつけていこうみたいなのは実際こう担当者の,あのアイデアから生まれてるっていうのは,はい実際あります、うんうん、なるほど、まあ、そのあるまあその電車っていうまあ,ある種ハードもまあどんなソフトを入れたらもっといいものになるんだっけみたいなことを日々実験されてると思うんですけど。 あのこれはあの見てる学生さんがいつかもしご縁があって入社した場合に自分の意見を通したい,なっていうやっぱ先輩としてぬかださんはどう思われますかこうどういうことがやっぱりプランとして会社がこう通りやすいじゃないですけどうん、うん、こういうことはやっぱ大事にしてるとかこういうふうに進めていくと会社の中でも自己実現しやすいみたいなって私自身も心がけていることとしてはあの周りにこう求めるというよりかは、はい、もう自分としてはこうしたいこう進めたい。 その上であなたにこういうふうに動いてほしいですぐらいまでガンガン言っていくと結構通ります、はい。<laughs> あのガンガン言っていくと通ります。なるほどガンガンが大事なんですね。ガンガンが大事。なので <laughs> <laughs> やっぱりこう一回ダメでも引かないんですね。そうですね。一、はい、回まああの考え直してきてとかって言われたら、はい、まああのいろんな人たちのアドバイスをもらって、はい、もう一度練ってトライしてっていうのをうん、うん、まあ繰り返すこともあるんですけど。 基本は、あの、自分が情熱を持って進められるかどうかはい、はい、みたいなところもありますので。はい。まだ自分が、まあ、いいなと思ったことは、まあ、しっかり信じて、うんうん、まあ、それを、こう、まあ、いかに説得するかってことに熱を注ぐことがあ。そうですね。そうですね。大事事ですよね。なんか、よく、その。先輩から言われたことがあるのが。はいはい、あなたは、それをやって、本当に楽しいと思うみたいなのは。なるほど。聞かれるんですよ。はい,は,いは,いはい、はい。なんか、あなたが本当にそれを受けるお客様だったら、それは楽しいの?って言われ。うん 楽しい,んかないやまだまだ楽しくないなみたいなあ、ねあ。だからこれが強く言えるってことはつまり信じてるわけですもんね。あそれがいいなってこれがそれがいいな,みんなハッピーなんじゃないかって思えてるものがやっぱり大事なアイディアとして、はい、それやろうとなるけど、うん、多分あれでしょうねその時の時ぬかわさんはまだあの なんとなく、まだそんなにこれ自信ないんじゃないかって、ばれてる、ね、あ、そうです。たぶんばれてる。<laughs> <laughs> なるほど。なんで、本当自分が熱を持って、これいいなと思うものがあったら、それもガンガンいってしまえば、最後は、まあ、上長の方も、まあ、いいんじゃないかっていうので、まあ、多分背中を押してくれるのかなと。うんね、なるほど、ありがとうございます。なんか、そういう方がもしかすると、御社に入ったら、まあ、活躍するのかなというふうに思うんですけども、うん、今見てて、ぬかださんからすると、どんな後輩、まあ、その新人が活躍してるってイメージありますああ、なるほど。 まあ先ほどお伝えしたまあ意見をどんどんぶつけていくっていう人もいますしなんかあのベーシックな部分ですごくあの共通しているなっていうのがまあとても誠実な方もうちょっと言い換えると例えば嘘はつかないとか何かこう仕事を任しても肩を預けても安心できるというかなんかこう 真正面から向き合ってくれるみたいな人っていうのは、すごい後輩もそうですし、あの先輩にもあの多いなっていう印象ですね。なんかこう心の根っこがいい人が多いというか、はい、なるほど、はい、は多いです。ガンガン進んでるけど、それはなんか自分のなんかエゴではなくて、みんなのためにっていう、はい、それがまあ根っこにある人が多いんですね。なるほど。 そういう方が向いてるのかなっていうところでいうと、はい、あのぬかさんこうお話を伺ってるとやっぱり関西の思い出ももちろんあられるかなというふうに思うんですがうん、うん、実際こう社内で活躍している人とか実際こう同僚の方も含めて関西の方が多いんですかそれとももややっっぱぱりり関東かな方でもやっぱり 梅田とかかかか関西町にこう引かれてきてる方も多いんんですかあなんか最近ちょっと調べてみたんですけど関西ぶっちゃけ言うと関西8割ぐらい,はい、はい、で関東とか地方の方膨めて、まあ、2割ちょっとぐらいな感じですね、はいはい、イメージとしては。なので、あのー、人数としてはやっぱり関西の方が多いなっていうのは正直なんですけどはい、はい、私の同期でも、あのー、例えば徳島四国の徳島出身で。はい 東京は関東でその後関西に来ましたみたいな人とかいたりしますね。あれですよねまだ知らないってことですよね。要は関西に行ったらまさに出身ではないですが行ったらそこがいいなって思われたように知ったらもしかしたらその町を魅力づけしたいなって思う方も多くなるのかなというところでいうと学生もぜひですねなかなか難しいかもしれませんが実際関西も遊びに行っていただけるとまずはそこからスタートの方がいいんじゃないですか。 <laughs> ありがとうございます。ぜひですね最後に向川さんが一言学生さんにメッセージいただきまして、はい、この回ですね終了とおっしゃってますの一言最後メッセージを学生さんにお願いします、はい。わかりました。皆さんあのお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。まだあのたくさんの企業さん見ている段階だと思いますのでまあエリアとかあ職種とかあ自分の中でこう可能性を決めつけてしまわずにこう視野を広く取り組んでいただければなというふうに思ってます。 また、こういう就職活動って実際結構褒めてくれる人とか、僕は就活やってていなかったなっていう風に思ってたので、皆さんあの1日1回。今日は例えばこのイベントに参加したな。であったりとか、何かしらこう？自分を振り返って褒めてあげていただければなという風に思ってます。そしてまたあのどこかでお会いできる日があれば楽しみにしていますので、私もそれまで頑張っていきたいと思います。以上です。アンケート安心。オールディーズのぬかさ、おしあじめさんありがとうございました。